また鳴ってんねんけど。なんで？さっき解除しましたっておっしゃいましたよね。アラーム全部解除してくださいよ。はい、すべてオフにしました。その言葉さっきも聞いたのよ。えた、グドモモー、ハローアサギーニョです。今日は友達が来んねん。友達っていうのも私のまあ、いつからか仲良くなってた大関レイカ、レイカ姫が来ます。イエーイ。で、私前からやりたいことあって、こういうさ、家のさ、花瓶を私集めるの趣味なんやけど、可愛い花瓶を自分でで作れる場所があんねんよ。そこに行きたくて、だから今日はめちゃんこ可愛い花瓶を2人で作ります。ファンに来るって言ってたから、もうそろそろ来そうな。楽しみすぎー。てかこれすごい、ドライフラワーになったアジサイ、かわいい、ポンポンみたい。いけいけ白組、頑張れ白組。最近仲良しな友達とかが増えてきて、そう、嬉しい。あ、やっちゃった。違うふりしよう。はい。あ、大関です。はい。大関ですってなってた。レイカちゃん、やっほー。合ってるか分かんなくて。そうでしょ、出たら違う人の声取り分け間違えた。ピンスピンスいいよ。バキュン。もううまい。いいです。いいです。めっちゃいい匂い、やばい。うん。オッケー。行きますか。よし。うちらの夏休み、行ってきます。バイバイ。バキュン。暑い。やば、暑い。ここだ。じゃーん。あ、こんにちは。よろしくお願いします。結構ガチめなとこだったね。ちょっとガチだった。あ、説明しますね。はい、まず形が、これはこれですよね。あ、そっかそっか。で、ミルちゃん、エプロン温剤とか。本当だよ。緊張する。後ろ、あっち。チーズみたい。ハイジのチーズ。緊張する。めっちゃ緊張する。できなかったらどうしよう。肺活量ないんだよね。力いらない。あ、そう。今、はい、長い、しっかり加えていただいて。本当です？取れた。できた。ギーニョちゃんの完成。もうね、マスクが濡れ雑巾みたいにびちゃびちゃになった。バキュン。次は私の番だ。見とけ。どう？ぽい？ぽいぽい。めちゃめちゃぽい。ガラス職人です。ガラス工房のギャル、大関ライカー。彼女の瞳はガラスです。はい。ガラスのハートの持ち主。そう、彼女は大関レイカだ。ガラスのように繊細な心を持ち、そしてユーモアにあふれた彼女。今日はそんな彼女のガラス作りに密着してみました。彼女は、そう、ガラスで世界を変えようとしているのだ。隣にいる仲間と共に世界をガラスのようにきらめかせよう、そんな志で彼女は作品を作り続けている。おっと、弟子に任せました。大関レイカはこのように若手の弟子にしっかりと仕事を任せるタイプなのだ。温かい目で見守る師匠。見えるだろうか、彼女のガラスの瞳を。そう、彼女は誰よりも輝いている。ここが見せ場だ。彼女はここで魂を吹き込むのだ。今、ちょっと痛い。プシュって言った。
彼女はこの世界で起きた全てのことを彼女なりに噛み砕き、そしてガラスに息を吹き込む。それが彼女の世界だ。彼女はこの時が一番幸せだという。生きていてこの瞬間が唯一生きがいのある時間だと。この仕事は彼女以外誰にも任せることはできない。大関麗華が持つこの新聞は彼女の歴史が刻まれた書物なのである。シミュレーション完了。彼女は息を吹き込む時は夢と希望を一緒に膨らませるんだよ。そういうふうに彼女は語ってくれた。この生き様が誰もが魅了するガラス職人大関麗華を作り上げているのである。で今までやってきたこのチームプレーこそが最高の作品を作る秘訣だ。決して妥協は許さない。彼女のディレクションのもと最終工程は行われる。しっかりと拍手で締めくくるタイプだ。ラスト作業です。かわいい。キュン。私が欲しいぐらい綺麗だ。え、大成功です。え、めっちゃいいじゃん。かなりいいと思います。出来上がりは、3日後ぐらいに郵送してくれるみたい。おー、イエーイ、できた。いいね。めっちゃいい色。どうどう、いいね。あ、かわいいじゃん。素敵。できました。すごい、いいね。大成功、大成功。大きさもいいし、色がとにかくかわいい。完成。完成。熱っ。熱かった。やばい、汗。ひねちゃんもやばい。かんばら先生、ありがとうございました。めっちゃ優しい先生でした、かんばら先生。ね。どうもありがとうございました。出来上がり楽しみだな。出来上がり来たら送ってね。うん、写真。パキュン。クモ気づいた。今普通息止まった。ビビッと。というわけで今日は良き夏休みをどうもありがとう。こちらこそどうもありがとう。じゃあ今日はこれでおしまーい。バイバーイ。バイバイ。バキン。皆さんこんにちは。こんにちはというかこちら届きましたー。いやー。ちなみに今日のこの髪型は。サムライヘアです。メアス。はい、開けまーす。ギーニョちゃんのどんなんだったんだろう。ちょっと気になるが。えっ。それでは。あ、ありました。え、なんか包まれてる。あ、かわいい。やばい、待って。ギーニョちゃん、これマジでやばい。本当に川丸水産。これやばい。え、ギーニョちゃんのどんなだったんだろうな。あ、それでは皆さん見てください。こちらになります。じゃーん。かわいい。え、めっちゃ可愛くない？こんな感じだったよ。なんか超綺麗だね。これはあの花瓶のマーブルを作りました。とっても可愛くできた。こんな感じ。イエーイ。大切に使いまーす。ありがとう、牛乳ちゃん。来た。お願い。可愛くなってますように。ドキドキ。いきます。あれ？結構オレンジっぽくなってると思ったら、オレンジじゃないよね、これ。レイカちゃんのと入れ替わってる？うちの結構オレンジっぽくなってたよね。え？うん？めっちゃ可愛いけど、これ。え？私が作ったやつ？これ。でも指2本ぐらいやから。これうちの子。え？可愛い。え、見てー。めっちゃ可愛くない？え、うちのやんね。あ、うちのや、うちのや。可愛くなりましたー。イエーイ。じゃーん、こんな感じで仲間入りです。イエーイ。あの、夏の自由研究ができましたー。ゆかちゃんのどうなってるのやろ。はい、じゃあ次の動画も見てねー。バキューン。